はい、こんにちは。今日もまた喧騒に来てスケボーしてる。で、今日はちょっとあの話したいのが、あれはブーはあのスケボーの初心者試してる、ちょっとできるようになってる。じゃあ自分があの一つの表現を よく使ったら、ああそれちょっと練習すればいいよね、あのとか、よくあの練習の言葉を使う。なぜかというと、あのまあ教育のあの理論として Growth Mindset、Fixed Mindset なんていう日本語で、あの、固定してる才能がある、もしくはあの、なんていう、頑張ったら練習したらあの成長ができるっていう考え方で、あの例えば固定してる才能だったら、あこれは私は得意だからやればいい、あこれは私は得意ではないだから上手になるはずもないっていう考え方、これは結構自分にちょっと制限させる。自分のウクレレとか音楽はそういう状態だと思う。だからあの上手になる、頭の中で上手、練習したら上手になると分かってるんだけど、感情的なレベルで、あのちょっとこれは私は苦手なものだから上手になるはずもないっていう考え方も入ってると思う。これは自分のちょっとある音楽の挑戦で乗り越えないといけないところで、子供に対して、あこれはちょっと練習が必要だねとか、おおいっぱい練習してきてるから上手になってるなとか、それはあの練習のことをあの主張すると、あの子供たちが、ああのなんていう、身につけて学ぶのが練習すれば上手になるが当たり前になる。練習し、あので逆にあできないことはただ練習してないからできない、なんか自分の才能とか固定的なあの自分の中身の問題ではなくて、ただの時間、ただの努力、ただの練習の問題だから、あのいつも子供になんかできるようになんか挑戦してる時に挑戦頑張ってる、かわいい身長深いブー君あのであのいつもなんか新しいことを頑張ろうとしてる時に、ああそれ練習だね、あもうちょっと練習したらできるようになるとかっていう考え、あの話し方で、あなんちゅう話しかける。だから皆さんも自分の子供たちにはあの練習の表現を使って、なんか何ちゅう励ましましょう。はい、今日も見てくださってありがとうございました。暑いね。